アリサビはジブチで2番目に大きい都市です。それはの東南約75キロに位置しているジブチ市との国境の10キロ南エチオピア。それはすべての辺で河口岩の山々に囲まれた広い盆地に広がっています。ジブチ鉄道アリサビはアディスアベバ上のステーションによって提供されます。アリサビ決済は数世紀の歴史があります。中世には それがイファとスルタン国とアダル国のスルタンによって支配された。古い伝説によるとアリサビの現代の領土はいくつかの木々やワジで覆われていた。遊牧民はいつかぜイラの町への道に水がここで停止します。1894年にその後与党一茶ソマリアサルタンと連続する条約に署名した後フランス人はフランス語ソマリランドと呼ばれる地域での 保護を確立した。1942年12月に、フランス2000イギリス軍約ソマリランドと自由、フランス軍のイギリス侵攻は街を占領した。エチオピアを逃れていた8001チャソマリア人の4分の3を収容し、ディキルと共に、1977年から1978年オガデン戦争、アリサビの結論を以下に示します。これは、 1899年7月にラインの90キロをインストールされていた鉄道、フランコ・エチオピアの軍事郵便の建設を保護することだった。その後、マルシャン・ミッションからの軍事スーダンによって守られていた。1971年ダウンタウン・アリサビ、エチオピアとの国境と考え、この地域は20世紀の変わり目に、いくつかの永続的な入植地を持っていた。 1904年には、レポートにはアリソビのボーダーポストは、それは、要塞の外観を持っている場合、1931年の創業から、ディケルの輪に取り付け、アリサビが自律的に1939円のチーフ長になった、と指摘している。彼があった簡単に1946年から1949年の間に、ジブチの輪に取り付けられた。 それは前についに独自の管理を受け、1952年と1958年の間にサークルできるの司令官によって管理されています。アリサビの有名なランドマーク2012年の時点で、アリサビの人口は45,500と推定されている。都市の住民が優勢ないチ,チャソマリアで、様々な、主にアフロアジア圏の民族グループに属しています。アリサビは、 国の南部に谷に位置しています。都市は高知の谷に囲まれ山岳地帯に位置しています。これは海抜756メートルの標高に位置しています。アリサビは山岳や丘陵の町です。この高度はアリサビとその周辺地域の天候は一般的に暑いです。地縁と都市沿岸に行き、より穏やかな気候を与えます。 市内の集落の一部が散乱し、不規則である。家は建て一般的に単一のほとんど作ったセメントですが、土壌が自宅です。一つは、また、セグロジャッカル、ドルカスガゼル、猫、カラカル、鳥やマントヒヒのように、地元の野生動物に取ることができます。舗装された道路は、アリサビで、道路の大半が植民地時代に、 フランス人によって敷かれ用意されています。地方自治体は道路の一部が多くの他の人がまだ修理を待っているを修復しました。他のバスとの他の都市に行くの共有タクシーもありますが、ジブチ。エチオピア・ジブチ鉄道は植民地時代の1894年と1915年の間に建てられたエチオピア・ジブチ鉄道は都市とを接続し、アディスアベバ。 鉄道はもはや動作しているが近い将来に新しい近代的な鉄道線の建設のための計画があります。ありがとうございます。